Et yo tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ghost of Tsushima, épisode 88. Sur ce, bon visionnage.前方、猛虎がおる。お待ちを、毒を、こしらえてみましょう。どのような毒だ。ああ、恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。毒ができました。こちらを。 しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。武士の模範にもな。猛虎が去った後、この毒は無用。 全て捨てる。 Ah!
Twink.
賊ではない、猛虎だ。あら、ここからでは見えませんでした。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ。見てみよう。 ユリ、疲れたか？大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。ああ、大昔のことですから、忘れなのでしょう。戦火を免れたのですね。 儚き仮の宿りかな。聖ある者は全て犬とは。お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、高き者も必ず滅びる。 王に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと正様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです。 志村様は。確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ。
動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。失礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か？まさか、とんでもない。赤島に参ろう。クスシがおる。他に参るべき地がございます。どこだ？近くにございます。クスシのもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ？それは言えないのか？秘密にございます。どこなんだ？ほら、ついてこられます。ユリ、急くな。確か湯の近くであったな。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。なんと美しいこと。ああ。なぜここに？あ、お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ。見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした？いえ、いえ、何でも、ええ、大事ございません。いつ飯を食った？確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼むユリ、しばし休め。承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいが。
獅子だ。こっちだ、タレ。ユリが待っておるな。食わせてやろう。馬がおらぬ。いずこへ。粉と薬草、この先だな。ユリの馬だ。近くにおる。ユリ、怪我は？いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ？亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうか
これまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう、無理はするでないぞ。オンに行きます。どうぞ、ここでお待ちしておりますよ。Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!